こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーはおなじみカレー職人欧風カレーです。誰もが知ってるカレー職人で欧風カレー、このシリーズまだ食べていませんでした。このシリーズも残り、最終ゴールが見えてき始めたんですけど、忘れないうちに食べておこうと思いまして今日食べることにしました。カレー職人といえばとてもお求めやすい価格で販売されていて、このシリーズでも何点か食べてきたんですけど、まあ価格なりのというか、何度か申し上げたんですけど、私にとっては何かこうおやつ感覚で食べられる、そんなカレーかなという印象があります。今日はその中でも、まあ、王道中の王道と言っていい欧風カレーです。それでは早速チェックしてみたいと思います。カレー職人欧風カレーです。入っている具材は小さめです。カレーソースの表面がとても艶やかです。ではいただきます。ピリッとした辛みのアクセントを感じます。なんというか、久しぶりにカレー職人シリーズを食べたんですけど、キレがあるというか、味わいにとてもキレがあって少しあっさりした、印象を持ちました。欧風カレーということで、乳製品の、まろやかさというのが十分出ていると思います。このカレーは価格がとても安いので、具材に対して物足りなさを感じるのは、これはしょうがないことなんだと思いますね。ごちそうさまでした。食べる前に申し上げたんですけど、カレー職人の他の商品で感じたのと同じく、何かこう口当たりがライトで、おやつ感覚で食べられるカレーと、いった印象を持ちました。例えば午後お腹が空いた時に少し、あるいは、あまり健康には良くないんでしょうけど、夜中お腹が空いた時に食べると、味わいもそして量も、そういったそのおやつ的な形で食べることに適してるんじゃないかなと思っています。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さようなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。
ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。